昭和通りは、第一京浜、銀座中央通りとが交差する東京都、港区新橋交差点から、明治通りが交わる台東区大関横丁交差点に、至る道路の東京都通称道路名である。南側は、東京都道316号、日本橋芝浦大森線に属し、北側は、国道4号に属している。外堀通りから直進する東京都、 港区新橋交差点より橋、芝浦埠頭レインボーブリッジ方面へ向かう海岸通りと分岐、そこから新大橋通りとも接続している。第一、京浜方面からは昭和通りに直通する地下道が接続されている。この地下道は銀座中央通りの慢性的な渋滞の解消を目的に江戸橋、日本橋本町まで接続しており、海岸通り、 第一京浜、外堀通り方面から来る車の渋滞の緩和や、国道15号から国道4号へ直通する、ルートとしても大きく貢献している。また、地下道から地下駐車場へと接続する特殊な構造を取るため、各地下駐車場利用者も地下道を利用して侵入する。江戸橋には、首都高速都新幹状線の出入り口があり、その先の江戸橋リア間は、 首都高速1号上野線の高架下を走る。この付近では慢性的な渋滞が起こりやすく、そのために首都高で迂回する車も見られる。また、江戸通りとの交差点から国道4号に属す。直進指名児通りとの交差である東京都台東区の大関横丁交差点から先は日光街道と接続している。昭和初期の昭和通り。 江戸橋付近から京橋小引町を望む昭和通りは関東大震災の復興事業として計画・建設された道路である。当時東京市市長だった後藤新平の原案では道幅を108メートルとするものであったが、広い道路の重要性が当時は受け入れられず、現在の道幅に狭められ、1928年に完成した。 昭和通りの起点となる新橋交差点昭和通りの終着である大関横丁交差点上にある美濃屋駅8月16日撮影港区中央区内では地下に都営地下鉄浅草線が通っている千代田区台東区内では地下に東京メトロ日比谷線が通っている国土交通省道路局平成17年度道路交通センサスより平日24時間交通量 ありがとうございます。